素で置いていくっていうね。うん、隠れてみよう。こっち、あ、星ちゃんこれ頼んだ。じゃあ来ないな、あいつ。無事50分のフェリーで戻ってこなかったらどうする？置いていく？3人で来たってことでしょ。隠蔽された静かに隠蔽されたんだけど、3人で来たってことにしよう。あ、俺もう工藤さんが4200円もらったから別に問題なかったわ。4200円もらったら問題ないな。白状、白状だな。みんな、みんなイカ3等分にして食おうぜ。イカ3等分にして食うか。イカ3等で食う。イカ3等で食う。イカ3等は食う。なんでなんで。規模がちげえだろうよ。見える黒さん。見えない。見えないか。見えないさんだね。見えさんじゃん、見えさん。見えさん。見えさん。なんでそんなに大きくなっちゃったんですか。真面目にやってきたからよ。違う、真面目にやってこなかったからよ。ここから落ちちゃ死ぬじゃん。死ぬじゃん。え？じゃん。でちょっとコミカル。ちょっとコミカル。ディスコ調。だからそのバラエティ番組って。なんかあれみたい、あのサンマのなきあれ。なんかあれ出てこねえ。踊るサンマごと。違う、あっちじゃない方。ほんまでっかTV。このサンマ御殿ばっか出すぎて出てこなかったでしょ。サンマって言ったらサンマ御殿。おーびっくりした。なんか動いた、この木の枝だと思って。ニュルニュルしてね、この月光じゃん。吉村月光スタイル。俺らの時さ、誰か月光踏んだやつだよね。月光そしたない。誰だっけ、誰か踏んだやつ。めっちゃピクピクしてた、見たことあるんだよ。下だっけ、ん下で見たんだけど、下で見た、あのなんか集会かなんかの終わった後。つらいね。星にはもう同じことにしようか。そう、その辺、なんか移動するところ前だと思う。前あたりか、前とか横だけど、横じゃないと思う。マジで来ない、マジで来ない。あいつそういうやつなんだ。あいつフェリーの時間絶対知らないよね。いいけどさ、どうしてうん。黒さん、今どこ？ん？まだ島だよ。え、フェリー行っちゃったよ。え、お前どうやって、どうすんの？まあ、寝るしかねえわな、あつ。え、黒さん、大丈夫なの？まあ、いいけどさ。うん。なんでもいいです、高見。もう、大丈夫、大丈夫。どっちでもいいよ。うん。じゃあ、旅館の人に言っとくね。っていう？ああ。本当に方向こっち合ってんの？これ。山に吸い込まれてってるぞ。山頂行くんじゃね？これ。山頂行っちゃうのこれ。してる、もうしてるのこれ。こっちにある予定なんだけど。でもさ、 あそこ何時までしてた？もうさ、閉まって追い出されてこれじゃね。でさ、終点ですよ。それ一瞬さ、俺らが起こしてんのかなと思ってさ、え、はってなった後にさ、あ、すいませんすいませんってなってさ、一見敬語に戻ってくるのを見てみたい。お前らマジで置いてたって思った。お前らひでえよ。お前と笑いながらいいね。うん、じゃあまだ大丈夫。どうするの、それでさ、めっちゃブチ切れて鍋くくってきた。俺が止める。あれ何かの再来だな。ピヨコの再来だな。ピヨコ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 とピヨオの20日間。電気の 5%。あ、そうなの。やったぜ。おっとは。うん。フレンズ出ないかな、この辺に。フレンズ？急に？
じゃあ出てほしいフレンズは。さっき月光フレンズいたじゃん。あ、いたね。あ、他にないかな。なんかいないよ、出てほしいフレンズ。来た。気のせい、気のせい。来るわけ。あ、フレンズが。オブダ本堂で渡れよ。フレンズ。よく間に合ったな、あいつ。先を答えたんじゃない。でも多分気のせいだと思えてね。俺ら3人で来た。3人で来たのね。隠蔽されちゃったんだね、さっきに。もう編集されたでも近づいてきたよ。犯人でしょ。そうなの、ひでえこと言うな。ちょっと道開けてあげて。分かった、なんかすげえ駆動にいた人だったな。うん、さすがに駆動さんだから寝てるよ。それか今頃お前どこだよとか言ってさ、あの建物前にいるよ。コロナビール飲みました。うん、ほらすいません追ってこないもん。ほら本当に3つだね。で、あ、フレンズだ。まだ私の方だよ。フレンズ、歩道、歩道ちゃんと歩いて。フレンズいっぱいいるね。俺も右やってしなきゃ、しなきゃ。ちょっと無理だった。うん、うん。なんか、いや、やけに似てたから、さっきのおっさん。くどおっさん。ちょくちょく見えるね、後ろ。危険を感じるから。やったぜ。わお。わおわお。わお。わお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 わお。なぜ急にわおわお？わかんない。ん？さっきの工藤にいておっさんどこ行ったんだろうね。どうした？うん？髪の行方なんて気にするな。あ、なんかあっちの方向さ、なんかもうあれ以上何もなさそうだったからさ。どこ行ったんだろうなと思って、さらに興味が湧いてさ。現に俺らがさ、引き返してるけどさ。道がどうやら違ってたっぽいね。うん。あのおっさんどこ行ったんだろうなと思ってさ。あのおっちゃんどこ行ったんだろう。うん。来ない。U ターンしてこないから多分、なんか用事あったんでしょ。ああ、用事あったのか。これいなかったですよ、工藤さん。どちらかというと俺らが置いてかれたんだけどな。それはどういうこと？それは裏切り？とりあえずさ、うん、俺らは早めに帰ってさ、うん、え？誰かが持ってきたって言ってた。ああ、なぜ、あ、違う、あれ誰か持ってきたわけじゃんけ、最初から旅館に着いてた。旅館着いた。うん。見るっちゃ見る、ね、おっちゃんが走ってきたら危ないじゃん。怖いよね、さっきのおっちゃん。なんか俺ケツ触れて、さっきのおっちゃんに。怖いよ、怖すぎるよ。検出情報に流しとくか一応、うん、ケツ触られましたね。誰か一回見るとみんな見るから。うん。それあれとしてからの A 病院事件としてだから。もしもんって向いたらみんな向くんで。お父さんいなくない？いないか。うん。みんないなくね。みんないない。死んだから畑とかで。ハンモックだからバサバサってたから。あれじゃね、あのみんな向くんで。あれじゃね、あの来た道引き返してんじゃね？ああ、可能性あるんだ。うん、安全じゃん、そっちの方が。で、あのフェリーのあたりにいるのが一番安全じゃん。ショートカットしてたっぽい。そう？やば。
コールマンちゃん、コールマン。見てショートカットしちゃった。忍法ショートカットはセコイ。忍法ショートカットしたら多分命が。忍法ショートカットした。でも奥田さんだってできなくもなさそう。あいつ死ながそう。また奥田さんにいたおっさん来たらどうする。置いてあげよう。置いてあげるか触れたらどうする。びっくりした。バッタと思った。バッタ。え、どっち、葉っぱかと思ったらバッタ、バッタかと思ったら葉っぱ葉っぱかと思ったらバッタ、葉っぱかと思ったら、あ、ふざいビビるわ。どこだろうな今さ。さっきいいとこまで行ってたんじゃない。結構これ辺まで行ってたよね。うん、これでしょ。うん、もう100円の違いだからね。100円。いやー、やっぱいいね、3人旅って。いい、ね、うん、4人だと結構大きいよな。うん、もうね、ちょうどいいな。沖縄の時は黒田さんとさ、俺と星野に来たけどさ、今回は稲垣だったね。残念だね、来れなかったね。うん、残念だね。まあお土産にさ、紐の1個あげればいいかなって。あ、あれ、あれがね、プールだよ。あ、あれがプール。うん、こっからあんま見えないけどね。うん、うん、あ、海だね。よいしょ。あれがプールだ、あれが。あれ、あっちはプール。うん、分かりにくいけどね。あれはあれ、あれ。あれか。うん。水入ってないから、ただのいけす。いけす。いけす。いけすなんだ。そうじゃ、うん、じゃあ稲垣っていう魚。そうだね。そうだね。うん、深いこと言ったね、なんか。前さ、あ、稲垣知らないっけ。あのね、星野ね、スカイツリーの頂上に一人だけ置いてかれたことがあるんだね。あ、聞いたことある。ある。これから。あ、こいつから。うん。スカイツリーの頂上に星野だけいて、浅草とかそこら辺でしょ。俺と工藤さんが下にいて、うん、今どこって、そうと下、お前は上、地上、あっちは空中でやった時があったね。うん、なんかもはやフェリーでやってもいいんじゃないかなって。今どこ、島、え、俺ら本土海。今本土から初島見てるの。なんだかんだ言え、ちょうどさ、あれだよね、ほら、はめられた星がいるしさ、あの時のメンバーさ、揃ってるんだよ。今あの時を知った、お前ちょっと残念だったね。何が、浅草行った時。何が、工藤さん乗ってくれるって信じた。ああ、大丈夫、あの、置いてかれた星のことじゃないよ。お父さんも行くのかなと思って、俺の子にいたのに。そう、お父さんいいの。普通だったらさ、俺がさ、出てきてさ、そうじゃそうじゃってついててさ、でさ、俺がさ、いや、乱世乱世ちゃのーって言ってさ、そうじゃそうじゃのーって言ってついてくるとこだったのにさ、なんかさ、俺が出撃場ってさ、何やってんだあいつみたいな、仮名だけしてさ、こっち見てんだぜ、ひでえよあれ。乗ってくれって 言ったのにね。ぐらいで突然始めたわけじゃないからね。2人ぐらいで行けばさ、うん、まだわかるじゃん、今の人が。
お前だけ行ったからさ、何やってんだろうって、うん、そう、俺がちょっと恥ずかしかったよ。しかも、だから混んでる時、そう、逆に一人ではめられてるっていう状態だね。うん、だからさ、あの日さ、俺もさ、星野も工藤さんにはめられてる。俺撮影でさ、残ってると思ったら、なんか横にさ、知ってる顔がいるんだから、知った顔が残ってる。だからさ、もうさ、島に置いてってもいいんじゃないかなってね、思わなくもないんだよね。あのさ、スカイツリーさ、星が降りるまでの時間ってさ、エレベーター並んでたらさ、24分ぐらいかかることもあるじゃん。そうだ。うん。こっからさ、本土ってさ、24分ぐらいじゃん。てか実際さ、降りた後もさ、なかなか見つからなかったから、結構経ったよね。なんでかんだ言ってさ、ここで置いてたところでさ、うん、あれ、なんか、なんだろうね。あれかなと思って、そう距離が遠いってか時間かかるわけでもないかなと思って、むしろあのスカイツリーの星野が俺らを発見する時間の方が長かったかなって、っていうね。どうしたの？どこにいるの？どこにいるの？あいつもしかしてさ、アスレチックのとこついてたんじゃね？ああ可能性ある。でも歩きを止めないんだね。星野に返事任せるよ。今ね、初島にいるよ。あ、いいねそれ、うん、どこ初島どこ初島知らない海が見えるの。海見える。フェリーで行くの黒さんは割と油断してる。うん、U ターン席乗ったよ。うん、追ってくれと思ったんだろうね。で、俺らがちょっと時間聞かせ、ちょっと一回止まってみようぜみたいになって、うん、で誰だってやって、黒さんが待ってて、で後で 俺らが来て、やっぱ黒さんかみたいな乗りかと思ったら、うん、素で引き返す素で引き返すっていうの。これ目の前から黒さん現れたら怖いよね一周したわーって言ってさ、昨日のあの話じゃない。ああ、そういう一周させとくの。黒さんにとってのベビーパークだ。やったぜ。6周して帰った、7周か。駆動アスロンじゃん。暗いアスロン。